はい、こんにちは、てりやきでございます。コスチューム買いました。なんか増えました。ほんで2つ、これかな、スケアクロー、なんかアメリカの農夫って感じやな。こっちもこのちょっとねえ、牛とか追ってそうな感じです。カウボーイみたいな感じですか、これは。カウボーイみたいな感じ。上2つだけなんだよね。でも残念なことに下半身はこのままなんだよね。あのもっこりトランクスとか用意してくれたらもう完全なるド変態ですけど、なんもないもん。まあ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 、これだけでもちょっと雰囲気変わりますけどね。はい、ということで今回は、ヒルビリーでですね、2戦用意いたしました。で、1戦目はこれ服買う前に収録したものです。まあ、よかったらご覧ください。で、2戦目からはですね、こちらのコスチュームで遊んでますので、お楽しみください。では、スタート。はい、ではヒルビリーで遊んでいきます。やはり目的は、スコアですね。プラス、まあ、3人以上倒すことが目的です。なかなかもう、ディサイシブストライクを皆さん持っている中、全滅することはなかなか難しい。ほんと難しくなったよ。早々にね、見つけて倒さないと全滅っていうのは非常に難しいんじゃないかなと思う。きついよそりゃ。2倍かかるんやもん、デサイシブストライクねを使ってるやつ釣ろうと思ったらね。それは厳しいですよ。簡単にはいかない。おったな。ね、おったよね。これは逃がさん。本当に逃がさない。うまいこと逃げようなでも。はい、捕らえたぞこれは。よっしゃ、まず1人。これはもがいてるから、ディサイシブストライクは持っていないと判断できるわけです。どうでしょう、助けに来るかな。ここまで来たら倒そうかな。まず1人は今回で、あ、来た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 ね。あ、そう、何人で助けに来てんねん。あ、一人だけかな。一人だけで助けに来てんの。よっしゃー、いい時に見つけた。追い詰めよう。
オッケー、やっと倒せた。あー、ディサイシブストライク終わりってことですね。一回使っちゃった。はい、よいしょ。さあ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 、助けに来るかな、味方の人は。助けに来るかな、助けに来ないかな。来なかったね、結局は。よし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 、はいはい、残念。あともう一人、もう一人、もう一人追っかけるぞ。来たな。そうかそうか、こっち方向か。どこだどこだ、どこにいるんや。おった、見えた、見えたぞ。逆か、おったおったおった。はい、来たね。あー、ノーワンエスケープが効きましたね。はい、ということで全滅でございます。ヒルビリーで全滅でございます。ディサイシブストライクを持っている可能性がありますので、もう本当に吊り下げません。はい、もうそんなパークを作った、運営を恨んでください。本当に吊り下げてやるものかって感じやな、ただこれはちょっと話が違ってくるよね、これはやっぱ話が違ってくるよ、出口を見つけられたら非常に困る。いや、その場合どうするかってことですよね。まあそれは待つわな、目の前でね。まあしかし、たとえ逃げられたとしても一人ね、一人だけという状況やったらいいわけでしょ。だからもう一人の人には、まあ3人死亡確定状態で、まああとはディサイシブストライクを持っているかどうかっていうのを確認して吊り下げに行こう、そういうことだ。地下どうやったっけ、ここは。地下あるやん。持ってなけりゃね、それでいいんだけどね。十分吊り下げれるでしょう、ディサイシブストライクを持っていなければね。よし、行こう。 あ、持っとんなこいつ持っとんなはい、終わりはい、もう諦めなさい。あー、よかったよかった。ディサイシブストライクで逃げられて悔しい思いをすることなく、このように吊り下げることができました。よし、
よし、全滅ですね。いやー、なかなか全滅が難しくなってきた中、なかなか良かったんじゃないかなと思いますね。 OK、 Thank you。 うん、やるやん。で、ディサイシブストライクを結局持ってるのはやっぱり2人か。2人は持ってるってことやね。はい、それでは2戦目もヒルビリーでですね、連続して遊んでいきたいと思います。まあ先ほどの試合はね、全滅はできたんですが、まあ象徴シンボルのチョエンソーをですね、当てることができなかったので、ちょっとやっぱ悔しいですね。まあ今回はなんかチョエンソーにこだわっていきたいなと。発想チャンスが到来しましたよ。チョエンソーでズッパーズッパーズッパー。はい、まず一発はね、当てることができました、うん。まあディサイシブストライク対策ですね、うん。でちょっとでももがいてくれたらね、やっぱ安心できるんですけど、うん。で眩しい、めっちゃ眩しい。あのメガネほんまふざけんなよメガネほんま後で覚えとけよほんまに。はい、まあ非常に有利ですね。まあ直前に1人落ちましてね、結局3人でやることになったんですけれども、こういうこと結構多ないですか、キラーやってはる皆さん。なんであれギリギリでねえ、落ちよるんですかね。ほんと4人でやった方が楽しいのね。来てんのかな、来てる。まあ3人やとやっぱ1人最初いなくなると、やっぱ残り2人でね復旧するの結構大変ですからね。まあ僕キラーからしたら結構やりやすいですけどね、3人は全滅しやすいです。助けに来ないか。はい、一人、大王女王。これが、今のは、なんや、罠折ろうとしたんか、罠折ってんのか、罠じゃないの、吊り下げで折ったんや。はい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 。やはりチェーンソーでしょう。とことんチェーンソーでね、狙っていきましょうってことですよ。今、無理無理。どこだ、どこ行った、近いねんけどね。いや、見失った。残念。お、メガネ、メガネ懐中電灯メガネをあー嬉しい、嬉しいですね。もうさっきの懐中電灯当てられた恨みをもう話してやらなきゃいかんね。そう、こうしてもがいてくれたらね、あ、ディサイシブストライク持ってないなっていうのが大体わかるんですけどね。まあ1人あと残り1人ですから、吊り下げてしまったら脱出口からね逃げられるかもしれませんので、まあもう1人を追っかけると。
まあ残り1人のやつにねちょっとプレッシャーをかけたいなと思いましてね、はい、見つからんな。なかなか尻尾見せ、あ、回復させられたか。今回はナースコーリングも、あ、オッケーオッケー、おったね今。どこ行った？あ、近い近い。よし。ああいう時でね、もう行っちゃえってなるんですよね。もう壁にバリゲードにも当てられてもええからもう行ってまえみたいな。で案外思い切ってあのバリゲードを食らってもいいやって感じで行った方があの思わぬ収穫を得れる時があるんですよ。でバリゲード別に食らってもね、別にそんなに痛いことにはないですからね。ちょっとしたスタンですから。どこだ、全部回復した。おったよ、二人仲良く。あともう一撃だよ。よいしょ。あ、そうか、一発ずつ与えた。メガネ君だな、まずは。まぶしい、またくっそ。はい、おしまい。さあ、とことん全滅を狙っていきますよ、今回は。逃がしませんよ。どうせならね、そうですね。アンケートでもね、20% の方はやはり、全滅じゃないと、許せないというね。そういう方ですね。やはり全滅をね、すぐに狙っていかないと。いきませんね。どこ行った、もう一人。何が何でも助けに来るかな？自らも傷ついてるからね。お？聞こえた。あ、メガネ君の声か。さあ、非常出口の攻防になるんでしょうかね。さあ、あとラスト一人どうなんだろう。あ、聞こえる。よしよしよし、天は我をお見捨てにならなかったな。これは絶対に逃がせない。やはり一撃与えた状態やとやっぱ追跡しやすいよね。
らほらほらほら、お惜しい、今の惜しい、はは、なんでやねん、今のなんで当たれへんかったんやろ、すげえ悔しいな今の。ね、そうなんですよ、やっぱこのループからやっぱりね離れられないんですよね、怖いからサバイバーはね、うん、ただいつかやっぱ、はい、こんな風にミスしますからね、しつこくキラー側は追っかけましょう。はい、ということでフィニッシュでございます。フィニッシュですね。はい、吊り下げ台がないからもこのまま体力の消耗をまずことにいたしましょう。はい、ということで、全滅、まあ3人ですけど全滅ね、していきました。あ、こうしてみればね、プレイ中はいまいちこのファッションがよくわからないんだけど、まあまあハイランクでしたね。はい、僕も結構レベルが上がってきました。早いことランク1に返り咲きたいなと思っております。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。前回はですね、実はちょっと編集ソフトを使って音量をいじくりすぎてちょっとメリハリつけようかな思ってね、いじくりすぎた結果、あのでかいところと小さいところとちょっと差が大きくなってしまってね、聞き取りにくいところとか逆にうるさすぎるところとか出てきてしまったわけなんですね。今回はほとんどいじくっておりません。またコメントくださいね。徐々にちょっとまあ修正しながらいろいろね、試しながらやってますんで、ちょっと今のところね、あの発展途上ですから、ちょっとそこら辺ちょっと目つぶっていただきたい。それではですね、次回予告なんですけども、次回はちょっとおしゃれでしょうね、レースちゃんでやっていきたいと思います。では、今回もご視聴ありがとうございました。また遊びに来てください。では、バイバイ。